皆さん、こんにちは。ただより、えー、2級に関する、日照簿記2級に関するガイダンス講義を開始いたします、えー。担当はレックの富田でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 はいで今日はですねあの2級ガイダンスまあショート版の2級ガイダンスということであの3級に合格したら2級を目指しましょうというタイトルになっておりましてねまああの皆さん方多くの方々ね3級の試験すでにお受けになられたまたはもうすぐ受けるとねいうようなところだと思うんですけどもまあその後にね上位級としての2級というのを。 一つ選択肢に挙げていただくとありがたいなということでまあ一応2級の講義の方を私担当してますんで私の方からですねあの時間短いんですけど、ね、15分ぐらい、えー、お時間頂戴してですね、えー、お話の方をさせていただくというところになるんですよでねまあ2級ね、まあまずは3級終わってねこれから2級というところを一つご検討いただくにあたってね3級と2級とどんぐらい違うのというところとかすっごい難しくなるのかなとか ああいろいろね思いね思われるところもあると思うんだけど、まああの三級と2級比較した場合にですね最大の相違点っていうのはあの試験の科目がまず一つ増えるってことね。これが一番でっかいかな。あの三級の時ってのはいわゆる商業簿記っていうのを皆さん勉強してますよね。で商業簿記ってのは物販ねえ物品販売業において適用される簿記ですから要はトン屋さんから物買ってきて。 で買ってきたものに儲けを上乗せしてお客さんに流すと、ね、スーパーマーケットとか八百屋さんとか魚屋さんとかああいったところで適用するような簿記物を売ってる商売ですよねいわゆる商業資本とかって呼ばれ方もしますけどもね物販を営んでる会社に適用する簿記ってのが商業簿記って言って三級の時はまあそれだけを前提にね皆さん勉強やってるところになるでしょじゃあ二級はっていうと二級になってもこの商業簿記ってのは変わらず残りますね 変わらず残りますで変わらず残ってただ単純にい、えー、内容自体がが応用度が高ま,るまあもっと言うともっと後半な部分を皆さんに勉強していただくようになります。3級をずっと掘り下げるような感じですねただずっと掘り下げるよって言っても基本は商業簿記ですからあくまでも3強の延長線上であることは間違いない。ね、で3級の延長線上にあるのが2級の商業簿記なんで、まあ、ここの部分はおそらく多くの方々はとっつきやすいのかなという気はします。 ただ、やはりね、2級になってくると、より高度なもの、言い方変わると、より実務っぽいものこれれが含まれます、まあ、例えば、皆さん方、お勤めの方々はね、あのお勤めの会社自体で、連結会計やってますよ。要は、親会社とか子会社があってね。 連結財務省を作ってますよっていうような会社にお勤めの方々もおいでになると思うんですけどもまあその連結財務省の作成っていうのは2級の段階から少しね範囲に加わってきたりもするしまあさらに申し上げればあ皆さん方のお勤めの会社なんかでも海外との取引ね輸入でも輸出でもいいんですが海外との取引を行う場合って結構あると思うんですよ。でその時に代金生産が円建てではなくて例えばドル建てであったりユーロ建てであったり。 現てであったりすなわち日本円以外の通貨単位で取引を行うっていうのは結構あると思うんですよね。でこの日本円以外での通貨単位で取引を行う行為を会計の分野では外貨だ取引っていうんですね。でこの外貨だ取引というのが行われた場合にどのように基調しどのように PLBS に反映するべきか、まあ、こういったところも2級から少し入ってきたりする。だから同じ商業募金分野であったとしても2級になってくるとねより実践的な。 言い方変えれば少しレベルの高めのこういったものを順次皆さん方勉強していただくことができますんであの日照の物件っていうのは基本的にですね3級から2級2級から1級グレードアップすればするほどより実践的な内容に変わってきます3級が実践的じゃないって話じゃないんですけどもより実践的なものになってくる。 いう傾向が一つ見受けられますんで、まあ、2級になってくると商業簿記分野についてはまず大きな特性はそういったところかなというふうに思うのね。で最大の相違点はさっきも言ったけど科目が1個増えるってこ,とよこれ工業簿記ってのは増える。工業簿記って何なのって言ったらいわゆるメーカーカ三、ね、級でやってる商業簿記ってのはくどいだけど売るための品物を外から買ってきて仕入れっていうね。 で仕入れた商品に儲けを上乗せしてお客さんに売る要は商品を流すことによって利益を積み上げようっていうのが商業簿記適用企業なんだけど工業簿記ってのは根本的にメーカーすなわち売るための品物を自分のところで作り上げるという努力をされる企業ですねこういったところで適用される簿記になるまあ、いわゆる産業資本と呼ばれるような業態ですよね、多額の設備投資を行って機械を購入し 原材料を調達した上でそれを加工することによって品物を作り上げるってやつですね。で、こういういわゆる産業資本と呼ばれるような高企業メーカーさんで適用される簿記を勉強しましょうねっていうのは2級の工業簿記になるんだけど僕は個人的に言うとねこの2級で工業簿記は勉強できるってのは一つ大きな利点だと思うんですなぜならばい、高企業っていうのは徹底したコスト管理っていうのも必須の前提条件になりますえ 材料をどれだけ効率よく無駄なく使ってものを作るかものづくりには従業員雇ったりしますから従業員ののの人件費といううをどれだけ無駄なく効率的に使うのか、ね、こういった徹底したコスト管理っていうのをはっていかないと製品作るためにかかるコストっていうのがただただ高くなるだけ。 でただただ高くなるだけなんだけどじゃあ高くなったからっつって高く売れんのかっつったら世の中それを受け入れてくれる場合もあるけども受け入れてくれない場合もあるわけですよ。そうでしょ例えばということで一例で申し上げると自動車です。自動車。まあ皆さんの中にも車をお使いの方もいらっしゃるだろうし、まあ、都市部の方だと車いらないって方もいらっしゃるからねこれはあお住まいの地域なんかにおいてだいぶ知識差あると思うんだけども自動車一つ取れば分かる話です。一一般のでください一般論論ででさ申し上げると あの僕なんかも地方の人間ですからあの地方から東京に出てきた人間なんでね僕の地元なんか帰るとやっぱり、えー、友達なんかもそうだけども日常的な移動にはやっぱり軽自動車を使うことが多い維持費も安いしねガソリン代だって安いしねでその割にはあの正直言って今の軽自動車ってめちゃめちゃ性能いいですからね中だって広いし、ね、空調だって効いてるし出せないあの自動自動ドアとかついてますからねでしょ めめちゃめちゃゃ性能いいですよだから僕の地元の友達なんかも結構軽自動車を普段の足で使ったりします。で普段の足で軽自動車を使ったりするけど、まあ、軽自動車今の軽自動車は昔に比べれば高いけどもとは言ったって200万250万あれば十分いい軽自動車買えますよね。でしょで逆に言えば200万とかだって高いと思う人いるわけだからもう少し値段下げなきゃ売れすぎにはならないとかっていう話も出てくるわけですよ。 それが軽自動車の相場じゃない何が言いたいかっていうと軽自動車を作ってるメーカーさんは200万なら200万で車を売ってもなお利益が出るような形で物作りをしななきゃいけないけんですそのためには徹底的なコスト管理を必要とします無駄に従業員雇ってダラ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 仕事させて人件費ばっかりかかってったら1台200万で車を売ったって利益なんか出なくなる。ね 必要最小限の従業員さんに効率的に仕事をしてもらうことによって極力人件費を抑えながら200万でも最低限の利益が出るような車を作らなきゃいけないんですだからメーカーさんっていうのは徹底したコスト管理っていうのはどこの会社でもやっぱり必要とするでそのコスト管理というものを徹底してやれるようにするための情報を提供するっていうのが工業募金の一つ大きな目的になるんです で、その工業武器というものを皆さんが2級から勉強していただけるんですよ。これは皆さんにとって大きな大きな宝になるはずです。なぜならば、コスト管理というのは、今始まったことではないけども、営利を目的とする企業。いまあ、株式会社は連携ですけど、株式会社は連携ですけど、営利を目的にする企業、儲けをそ生み出すために企業ってのは存在しますからね。い株式会社だろうが、今だったら合同会社っていうのもありますね。ちょっと前だったら有限会社っていうのもあります。 ね、いろんな組織会社ってありますけどどんな形態とったって会社ってのはすべて営利企業です利益を生み出すために存在しますえ企業の最大の目的はそこにあるえ利益なんかどっちだっていいから社会貢献するんだとかそういうこと言う会社ないでしょうだって利益を生めないのは社会貢献なんかできるわけないじゃないですか、えー、まず企業というのは利益を生み出しそれを株主に還元し従業員に還元し納税を通じて地域に還元するこれが最大の存在意義です それができないのに企業なんていうのは話として整理しない。真っ赤ちんでね、利益も出ねえのに社会貢献とか言ってるのはちゃんちゃらおかしいんですよ。えそういうのは話としておかしい、ね。あくまでも最大の社会貢献がしなければそれなんです。ね、でそのために企業だな存在してる。で、その時に今どこの業種に行ったってそう、メーカーに限らずそうですけど、もう徹底したコスト管理はどこだって求められるんですそのコスト管理っていうのは簡単だけども、どういう視点でどのように管理をすればいいか。 コストっっってててのは下下げげいいいい話じゃないんでね<え>人件費だこれなんかは工業武器なんかやっていただく時に僕事業担当しますから話しますけどねコスト、まあ、会計的には費用ですよね費用っていうのはすなわち収益を生み出すために貢献するのが費用であるということは適宜適切に費用はかけるべきところにかけないと収益も生まないんです。何でもかんでも下げりゃいいってそれはコスト管理とは言わない。 だから、最たる表現、ね、日本の人たちで、ね、日本の経営者の中で昔よく言われたんですよ。だ、ね、めな経営者の最たるものってコストダウンって言葉を使う人ね。コストダウンってコストを下げるってことうでしょ下げるだけだったら誰だってできるんですよ。払わなきゃいいんだから。<laughs> ね、でしょただ、そんなのは経営とは言わないんですすす、ね、今言ったた通り費用というのは収益を生み出すために貢献するんです。ということは、適宜適切に費用を使わなければ収益も生まない。 ということはコストは下げるもんじゃないんです使うべきところに適切に使わなきゃいけないその割り振りをするのが経営なんですよで、その経営陣が経営判断に必要なデータの提供するために活用したりするのが工業募金の知識なんですでこれは別に製造業だけじゃなくてどういう業種でも適用できますで、いきなり二級でそこまでの話は厳しいかもしれないけどその入り口のところを皆さん方に垣間見ていただくことができる つまり2級の工業武器っていうのを勉強していただくやっぱりコスト感覚っていうのは身につきますからああ会計の世界ではこういうふうにコストっていうのを捉えてるんだないうのがやっぱり見えてくるんでそれはね試験やって試験勉強やってる時はちょっとそれどころじゃないかもしれないけどまあ土台としてそういうものが持てるようになるっていうのは2級の工業武器勉強していただく僕は大きな利点だと思います。ね、で皆さん方今の世の中ねお役所にお勤めの方々だってね区役所とかお国だっていいですよ都道府県だっていい。 そういったところにお勤めの方々ですら、コストに関する感覚を持ち出さないと言われる時代ですからね。で、これはやっぱりどういう企業に至って常に必要とされる知識。やっぱそういった常に重要なる知識っていうのをしっかり身につけるって言うのは、皆さん方の将来にとって決して無駄になることではない。ね。だかよく昔からね。あの社会人たるものを認証簿記2級ぐらいは持っとくべきだ。よく言われました。 でそれはどうしてかなっていうのはいろいろ僕も考えたんだけどやっぱり一つ大きな要因っていうのはその工業武器が勉強できるととだと思います。コストに関する感覚を身につけるっていうのはやっぱり大きな武器になってくると思う。ね、でそれは皆さん方に簿記を勉強していただく僕は大きな利点だと思うんでまあもうこれで時間になっちゃうんだけどあれだけどね、まあ、一応ですね私の方で、ね、日商募検定2級に関しての商業簿、金工業武器のメインの授業の方を担当させていただきますからまあ当然受験の講義ですから あ授業中っていうのは授業の内容受験のための内容をメインでお話しするんだけどそれだけだったら面白くないとこもあるからねちょっとまあ予断的に、えー、少しね関連性のあるようなもの、まあ、こういったものはこういったところで使うんだよとか、まあ、そんな話も織り交ぜながら皆さんに極力も講義をね楽しんで頂ければということをお常に主眼に吸いながら私の方で講義を担当させていただきます。あの楽しんででいたただくっつっ,たって受験勉強ですから あの講義のうちの9割とか講義の勉強話ですよねただ1割ぐらいはちょっと余力があったんでいいじゃない。そこはあこういったものってのは実はこんなに使ってんだよなんていうねまあ僕の知ってる知識なんかたくさん知れてますけどもまあそういった話も織り交ぜながら少しあー世の中に近い形になってくるんだな実際世の中で使われてるものなんだなっていうのを皆さんに実感していただけるような講義というのを心がけたいと思いますしねで実際僕も受験勉強をやってた経験もう大昔ですからありますから。 でその時に僕実感したのがやっぱりね2級ぐらいになってくると会計に関してての適正が見えてきますこれね点数がいいいいとか悪いじゃないんです問題解いてものすごく解けるとか解けないとかそんなんじゃないの。2級の勉強をやった時にあれちょっと面白いかもちょっとこれ面白いかもなって思える人は基本的に会計の特性あります。これはね 良い,い悪いの問題じゃなくて向き不向きの問題なんだよだからものすごい問題解けるし、えー、バリ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 点数も取るしねなんてことなくシュッと受かっちゃう人もいるんだけどあんま面白くねえなって人も中にはいるでそういう人は多分会計向かないでそうじゃなくて点数もなかなか伸びないしね,ね合格もギリギリしましたよというような方でもでも簿記の勉強面白いという人は適性があります この適性があるかかないかは多分見れますよで2級が勉強を始めた時に、まあ、苦労はすると思う勉強は大変だな苦労はすると思うけどちょっと面白いかなって思える人は多分会計に関して適性ありますからあ今後おさらに上を目指していただいて、まあ、僕なんかメインで授業を担当してるのは税理士なんで、まあ、いきなり税理士までやれなんていうことは言わないけどもでもね2級の勉強をやった時に少なくとも苦痛じゃない。 あ楽しいなと思えるところがあれば僕税理士ぐらいまでいけると思いますあの適当に言ってるつもりはないんですよかといってそんなにお気楽は浮かんないですよ税理士やろうと思ったらそれなりにちょっと腹くくってやってもらわなきゃいけないけどもでも適性があるかないかってめちゃめちゃ大事なのよ2級やってる時に面白くない苦痛だこっちの方がでっかい人はあんまり上やんない方ない向いてないから会計ってね向き不向きがめちゃめちゃあるんで めめちゃめちゃゃありますどんなに立派な大学出ておられても向かい人は向かないです。向かない人は向かないです。これはもう僕の経験上わかります。まあ僕はいい大学出てるわけじゃないんですけどうちもともと司法試験の学校なんでレックってねだから私実際に育休の講義担当してる時当時数学のクラスがいっぱいあったんであの司法試験を受かってね司法収集所に行かれる前に、まあ、企業法務がやりたいっていうねお二人の、まあ、若き弁護士と卵を。 が僕の二級の授業来てくれてねいや司法試験受かってんだからそんななんてことねえだろうって話をざんざんしてたんだけどいやこうも難しいわって <laughs>、ね、司法試験受かってる人がですよ言ってましたもん、ね、やっぱね向き不向きだと思いますなあそうなんだねって司法試験を受かみや受かりましたよその二人受かりましたけどちょっとやっぱ会見向かないかななんて言ってましたもんねあの、だからそういうことなのよ であるであるんだけどお点数いい悪いじゃなくて2級が楽しめるっていうのかな勉強する段階であこれちょっとと面白いかなと思える人は多分向いてますで向いてる人は頑張れますからあーその先ね一つ会計という分野を自分の根っこに据えて中心に据えて、ま、社会人として活躍していくということも一、ま、つ判断できるかなっていう気はするんですよ。 ねまあ、別にそれだけけで全てを決める必要はないけどねただ、まあ、今言った通り勉強内容としても大いに役立つ部分工業簿記というのが入ってくるからそういった意味でも実践的な勉強はできるだろうしもしねこの後に会計士さんであったりとか税理士さんとかちょっと興味があるよって人は2級ぐらい一旦勉強しとくと向き不向ききき不って結構判断できると思う、ね、だからそういう意味でも2級の勉強っていうのはちょっとやっていただくだけの価値あるかなと思います。 ね、はいもうね時間が短いね、あのおしゃべりにですね15分ぐらいでまとめろっていうのもちょっと厳しい <laughs> 僕で僕話せって言ったら僕23時間一人でくっちゃべれるんでね、えー、あれなんですけどまあまあコン,コンパクトに縮込めましょうというのが今日のコンセプトでございますんでまあああ細かいお話なんかもね えー、私の1回目の授業2級の1回目の授業なんか体験入学で聴講していただくこともできますんでまあ是非ね3級終えられた皆さん前向きにね2級というのを一つご検討いただけるとありがたいなということで今回こういう機会をいただきましたんでまあ短くて申し訳ないですけどねえ是、ー、非2級目指しましょうということでご案内になりますはいということでございまして以上で今日のショート版2級を目指しましょうごアイダンス講義はおしまいになります はい皆さんぜひね前向きにご検討いただいてぜひぜひ2級の講義の方ねご参加くださいはいということで今日の講義は終了です皆さんお付き合いいただきましてありがとうございました。